前回と同じところに降りるんだな。また敵だ。よし、まずはピストル。ってまたピストルか。まあいいや。まずは武器を全部取っていくぞ。早いもん勝ちだぜ。よし、タクショ、これはもらった。うわぁ、ぶっ飛ばれた。残念。ただ俺にはこれがある。なにー。相手さん、チラーグレネードをうまく使って逃げたな。そう、やられたわ。でも追っかけてやる。血の果てまでも。でもこのスピード、多分武器は拾われるだろうな。急がねば。大した武器を拾われる前に。早く、もう家の中には入っちゃったな。どうしよう、もう諦めるべきかな。いや、そこにいた。窓から一発ダメージ食らわせた。よし、追い詰めたわよ。正面から入ってやる。それなら迎え撃ってやる。相手さん、ナイスファイトだったぜ。おい霊夢、何そろそし。静かに、敵がいるのよ。この裏口から出てくると呼んでるわ。うわ、マジで出てきた。よし、不意打ちだ。あと一発。ギリギリ防がれたけど、タクショがかすっただけでも倒せそうね。よし、やったわ。これで、ポーション一つも飲むことなくシールドマックスだな。あ、金のヘビアサだ。これはめっちゃ嬉しいね。相当強いわよこれは。ほらほら、前に19キル優勝してた人に倒されたでしょ。その人が最後、金ポンプと金ヘビアサしか武器持ってなかったのよ。ああ、そういやそうだったな。優勝まで18人もキルしてるんだから、好きに武器を選べたはずだが、金のヘビアサを相当信頼してるってことだよな。その金のヘビアサが早々に手に入った、これはでかいわね。あ、敵いたわ、下から鶏が登ってくるわよ。さあ、この金のヘビアサの最初のエジプトなれ。当たってないじゃん、シューヘタクとか。しかしこのゴリ押しで、100匹かぶけ削れちゃうんだな、これが。うわぁ、建築を壊すのも早いし、やっぱり強いな。でも、上に登られてしまったわ。あと2、3発で倒せるんだけど。あ、リロードちゃんとできてなかったわ。ってなんだお前は、邪魔しないで。あらぁ、逃げていったが、鶏に攻撃された。く、やられたわ。ダメージは少ないけど上を取られた。しかし降りてきたぞ。よし、あとは勝ったぞ。ダメだ、当たんない。こうなったら最後は効果力のヘビアサで押し切るわよ。くらえー。おお、3発で142ダメージ。本当に恐ろしい武器だぜ。よし、これで青ポンプゲット。少しずつインベントリが強くなってるわよ。最近のお気に入りは、サクサブ、ポンプ、ヘビアサだもんな。って、向こうにも敵いるじゃない。よし、また金ヘビアサの見せどころよ。2発当てただけで90ダメ超え。相手は恐れをなして逃げたわね。でも、そんなところに隠れたって無駄よ。むしろ逃げ場が少ないから、こっちにとっては好都合。階段の下にいるんだろうな。さあ、覚悟しなさい。そこにいるのは分かってるんだ。わ、一発だけヘッドに当たって40ダメージだな。弾とか剣材とか、いろいろもらってくわよ。あ、なんかボードの音が。そこか、早いわね。でもこれで。おお、一発ヘッショ入って96ダメージ。でも、ボードの力であっさり上は取られたわ。しばらく様子見するわよ。あ、チャンス。しまった、撃つ前にボードで動かれた。ああ、もったいなかったな。そう、どこ行った。あ、遠くで飛んでるの、もしかしてあれかな。く、それなら完全に逃げられたわ。って、下でもなんかドンパチやってるわね。うわ、近くにいる、こっち来んな。この人もびっくりしただろうな。上と下から挟まれて、これは気の毒だぜ。下の人も、攻撃の手を緩めないわね。あ、これは成仏したっぽいな。それじゃあ下の敵と交戦よ。よし、一発は当たった。あれ、でもいなくなった?あ、下だ、私は見逃さなかったわよ。その辺の建築の裏に隠れてるはずだ。霊夢が鶏さんと戦ったところだな。こらえた、でも回復はされちゃったかな。あ、今度は登ってくるぞ。く、そうはさせるか、上は渡さないわ。よし、これでどうだ。さあ、相手さんは、そっちに回ってたか。おらー。あ、あれは、ジャンプパッドで飛んでったわね。でもまあいいわ、ただでジャンプパッドが手に入ったと思えば。あそこに敵いるんだよな。他の人と戦ってるみたいだけど、こういう時どうしたらいいのかな。ちょっとでもダメージ与えといた方がいいのか、戦ってどっちかが勝つのを待つか。どうなんだろうな。あ、でも、あの人多分ヘビ砂持ってるよね。それなら狙撃されるの怖いし、おとなしく見守っとくわ。あ、建築バトルが始まったみたいだな。さあ、頑張れ頑張れ、静かに観戦よ。
いやちょっと待って、あれ土台だいぶ脆いんじゃね？ほら、あの2箇所さえ壊しちゃえばさ。さて、さっきの2キルで、何気に6キルした私は、残り5人まで生き延びたよ。あれ、ミニポがヘビ砂になってる。さっきの人のどっちかが持ってたから、迷ったけどこうしちゃったよ。それにしても、あと4人どこにいるの？あ、そこに、ピンクのクマちゃんが見えたわ。多分あの辺に隠れてるわ。でも、まだ他に3人もいるのか。狭い範囲なのに、どこなんだろうな。私の下とかにも、多分1人はいるんでしょうね。さて、ピンクマちゃんはどうしてるかな？あ、いた、木の下に。これ隙間から当てられるわ。ふふ、油断したわね。囲まれてて安全だと思ってたんだろうな。わ、飛んできた。一気に蹴りをつけるつもりか。こっちは狙撃1回当ててるから有利よ。あーっと、しかしポンプが当たらない。うわ、ヘビスナ危ねえ。で、また外した。あっと、他の誰かが倒してくれたみたいだ。命拾いしたな。危なかった。スラープジュースで回復して。この人回復アイテムないじゃん。トリマキンポンプ。あー、ジャンプしたい。これでもない、これでもない。合わせすぎだろ、ドラえもんか。リンクスだけに猫型ロボットってか。で、くだらないこと言ってる場合じゃないわ。敵もジャンプしてきた。残り3人、さあどうする。とりあえず、アンチに近いところでヤグラを建築しないと。よし、この辺には敵がいないな。しかし上から敵が追っかけてきている。あ、あわわ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 。お前も早終盤合わせる病気だろ。いつも練習してる建築や編集が、まるで役に立ってません。おっと、でも中央で、残りの敵同士が戦ってくれそうな感じだぞ。よし、これは助かったわ。下にいても、なんとかなるかもしれない。うわ、トラップ、上では相当激しくやり合ってるな。よし、今ならチャンス。ヘビ浅で下から攻撃。あ、ロケライン。あー、終わった、もうダメだ。うわー。え、嘘？この静かな音楽は、あー、勝ったみたいだな。わー、やったー。最後、奇跡が起きたな。もう一度見てみるぜ。最後、一人が落ちてきて、霊夢はヘビアサを乱射。するともう一人が着地に失敗し、霊夢のすぐ横でです。ヘビアサは一発当たり、慌てて切り替えた青ポンプが、最後、まさかの前段ヘッドに命中。200ダメージ、一撃必殺のロマン砲が決まった。いやあ、さっきのはイービクロイだった。最後、奇跡的な一発だったからな。で、先にネタバレしてしまうと、この試合もビクロイ取れます。でも、さっきの試合ほど見どころ多くはなかったので、ダイジェスト的な感じでお送りするよ。さて、まずはそこの家からひょっこり出てきた敵。ポンプ一発からの、サクサク連射。これでまずは1キルですね。で、2キル目は狙撃だよ。PP の別の家でヘビ砂を拾った私は、なんかよくわかんないことをしてる敵を発見。なぜか壁を壊してるな。ボードに乗ったところを狙って、ヘビ砂一発。で、次の敵は船のあるところ。私も持ってる、エーススキンね。なんか飛行機を狙ってたからまずは狙撃で一発。そしたら建築してきたから、まずはこれを壊そうとしたわ。建築が壊れたから、とりあえず上を取ろうとしたけど、気づいたら反対側で結構建築されてたのよね。こっからは、相手に回復されないようになんとか頑張ってる感じね。で、相手に上を取られたけど、ヘビ砂当ててたから、サクサクでゴミ落ちして、倒すことができたわ。で、その場所から、クマちゃんに一発狙撃当てたけど、倒すには至らなかったわ。で、最後はなんともあっさり、めっちゃ近くに最後の敵が来たから、びっくりしてヘビ砂外しちゃったけど、なんか全然抵抗してこなかったから。あっさり倒すことができたわ。ということで最後までご視聴ありがとう。なぜこの試合を載せたかというと、今回がシーズン7最後の動画になるかもしれないから、ボツになるのも悲しいと思ってね。そういえばもうすぐシーズン8か、楽しみだな。シーズン7、とっても楽しかったけど、新シーズンも頑張っていきますので、これからもどうぞ、よろしくお願いします。
さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。